When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは、橋本美香です。今日はじゃじゃーん、100円ショップダイソーで売られていましたこちらの速乾 UV レジン液用スノーパウダーというレジの時に使う白の粉こちらをネイルに使っていきたいと思います。いろいろね試して作ってみたんですけど、めちゃくちゃ便利なので、ぜひ動画を見ながらいいなと思ったら皆さんもこれゲットして真似してやってみてください。まず最初に作り方、使い方っていうのを説明して、一番最後に今日使用したアイテムっていうのをおさらいでまとめて紹介しますので、ぜひ最後まで見てください。ということで早速作り方紹介していきます。まずはこのようなパレット用意してください。こちらはレティジアのカラーミキシングシートという商品になります。表がツルツルしていて、こう紙になっているので、こうちぎってねポイって捨てれる使い捨てタイプなんですが、とメモリがついているのが特徴で、色と色をどのぐらいの配分で混ぜたなっていうのが記録できたりとか、あとはアクリルスカルプチュアで 3D を作ったりするときに、キャラクターを作るときなんかすごく便利なんですけども、左右対称に作って練習するっていうことがすごくやりやすいです。表ツルツルしてるので、まあ、アクリルで作ってもこうキュッて曲げればチュルンって取って、そのまま 3D パーツとして使ったりすることもできます。あとはね、そういったパーツを爪に沿わせるときにこうやってカーブさせて固めるで取るっていうこともできます。はい、まあ、いろんな使い方ができるおすすめのパレットなんですが、持ってないっていう方はアルミホイルとかでも大丈夫です。はい、とりあえず何か混ぜるのでパレットを用意してください。でもう一つ用意するのがこちらです。レティジアクリアミキシングジェルですね。クリアジェルです。でクリアジェル持っていないという方はベースジェルとかトップジェルとかでも大丈夫なんですが、できればクリアジェルの方がいいです。でその理由はベーストップってやっぱりちょっと特殊な成分が入っているので、黄ばんじゃったりとか、なんかオフがしにくくなったりとか変色したりとか、そういったことが出てくるかもしれないので、そういう影響のないクリアなジェルっていうのが、なんか色を混ぜたりとか、こういう何かと混ぜたりするときには便利というか適しています。ではクリアミキシングジェルをパレットの上に置きました。でこれ結構量多いんですけど、ちょっと調整しながらやりたかったのでちょっとドバッと出しました。そしたら次にこのスノーパウダーですね。これねもう本当に便利なんですよ。使ってみてびっくりしたんですけど、中になんとこのような 4g 入りの袋っていうのが3袋入ってます。でネイルの場合はそんなに使わないので、1個買ったらかなりお得かなという感じですね。はい、 4g×3 袋入ってます。ではこちらをパレットの上に出します。思ったよりねちょっとたっぷりめの方がいいかなと思います。バフってならないようにこう気をつけて、このぐらいかな、見えるかな、ちょっとたっぷり。そしたら次にスパチュラです。これはジェルを混ぜたりするときに使う、あとは粘土ジェルをこうこねたりするときに使ったりするんですけど、持ってないっていう方は爪楊枝とかでも代用できます。ただスパチュラの方が綺麗に混ざったり空気が入りにくかったりするので、1個持っててもいいかも。ちなみにこのカラーミキシングシートとスパチュラのセットっていうのもあるので、そちらリンク載せておきますね。はい、じゃあさっき全部じゃなくてちょっとだけ取ってこれに混ぜていきます。で最初はすごく粉っぽいんですけど、こうやって練るように混ぜていくとだいぶ馴染んでくるので、思ったよりもパウダー多めのジェル少なめの方がいいと思います。このパウダーがめちゃくちゃ細かいからザラザラすることなくトローンとね溶けてくれるのこんな感じ。ちょっと見にくかったら画面アップしますね。もうちょっとかな、もうちょっとパウダーを入れよう。しっかり練ると柔らかくなります。最初ちょっと硬いかなと思っても練っていくと柔らかくなります。あ、いい感じ。でもうちょっと作ろう。で今のでだいたいこの配分の感覚が分かったので、じゃあこのぐらいのジェル全部足すんだったらパウダーこのぐらいいるなみたいなのをこう計算して全部使います。そういう手順でやった方がね、私が何回かやってきた中では失敗しにくくてよかったです。こねこねします。こんな感じかな。こうやって持ち上げた時に何ですかね、
生クリームの角みたいな感じで型が残る、角が残る。でちょっと時間をかけたらシューンってこうなくなってくる、本当生クリームの角みたいな感じですね、がちょうどいい。で持ち上げた時にビヨーンって伸びてポタッポタッと落ちたりする場合はまだ柔らかいので粉を足してください。こんな感じ、ちょっと今回粉が余りましたね。はい、 OK、まあ、こんな感じで作りました。ではこれを使っていくんですけど、実はこれ以外にも100均のアイテム使います。セリアに売られているものなんですけど、このウルウルオーロラパウダーですね、これのホワイトとこうネイルパーツ、これフレームっていう風に書いてるんですけど、これこういうやつ見たことあると思います、人気だと思うので、こちら。そしてカラージェルはイエローとブラウン。はい、ではではこちらのパウダーがどういう風にネイルに使われていくのか楽しみにしてください。じゃあちょっとアップにして、まずは今日のデザインの下地をやっていきます。単純にあのパウダーの使い方だけ知りたい、下地のデザインは必要ないという方は飛ばしてくださいね。ということでまずはイエロー、こちらを爪の上に塗っていきます。すごくねムラになるように塗ります。こんな感じで塗ってないところ、塗ってるところ、濃いところ、薄いところ、ムラムラに作ります。でちょっとだけ待ってジェル同士が少し馴染んで表のデコボコっていうのがちょっとマシになるまで待ちます。 OK かな、多分15秒ぐらい待ったらいいと思います。はい、じゃあライトで硬化します。そしたら次にブラウンですね。で、このブラシを使っても OK なんですが、もし持ってたら別のブラシを使ってください。その方がね多分やりやすいと思う。私はこのグラデーションブラシですね、デジアグラデーションブラシを使います。硬化できたら先ほどのブラウンをちょっとブラシねしごく、容器の端でしごいて量を調節して爪の上にペトペトペトって、このぐらいかな、ちょっと隙間を開けて半分ぐらいの面積が茶色になるようにします。はい、でこの時面積は半分ぐらいなんだけど乗ってる量っていうのは少なめがポイントです。たっぷり乗せすぎちゃうと本当この後もう茶色ばっかりになっちゃうので、その辺はね気をつけポイント。はい、そしたらクリアミキシングジェル、こちらをこの何も乗っていないところにちょんちょんと乗せます。これは気持ちたっぷりめでも OK かな、ここから見た時にこういう風にプクってしてるぐらい。はい、ではブラシを使って全体を撫でる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 、こうするとさっき置いたブラウンがクリアジェルに引っ張られてじわーっと伸びます。これでいい感じのムラ感っていうのを作ることができます。まさにニュアンスですね。はい、でちょっと茶色多いなーってとことか薄いなーってとこはこうブラシでジェル持っていって調整する感じですね。はい、どうですかじわじわムラムラって感じになったと思います。 OK、 じゃあちょっとセルフデビングしたらライトに入れて硬化します。じゃあここで一度ノンワイプトップを塗ります。ノンワイプトップ、はい、私はこれ使いますけど全然100均とかにも売ってるのでお持ちのノンワイプトップで OK、 どんなものでも大丈夫です。使いやすい、ものをチョイスしてください。カラージェルもね違うもので代用してもらって全然大丈夫、基本代用して大丈夫です。じゃあトップ塗ります。トップを塗るときは分厚く塗りすぎずに薄めに塗りましょう。あまり分厚く持っちゃうとノンワイプトップって硬化するときにすごい硬化熱が出て熱いのでライトに入れたときにすごく痛ってなっちゃいます。じゃあ硬化します。はい、そしたらここからですよ、先ほど作ったこれを使っていきます。これパウダーねポンって飛ばないように気をつけてくださいね、私は飛ばしましたはい、じゃあこちらねちょっと取ります。こんな感じでスパチュラで取ってください。ちょっとだけ取ってこの爪の真ん中に少し伸ばします。でこれは何をしているのかというと、このあとパーツを先に乗せたいんですけど、そのパーツをちょっとくっつけとくために使っています。このように乗せたらねちょっと色が白いから目立っちゃうので、パーツよりもちょっと ちっちゃめというかギリギリパーツぐらいで調整するといいです。
まあくまでも仮止めできたらそれでいいっていう感じなので、そんなにしっかりサイズが合わなくても大丈夫、仮止めできるぐらい。そしたらこのフレーム、これ可愛いですよね。これね、どっち向きでも大丈夫です。こっち向きにしようかな。下がちょっと膨らんだ感じで、でちょっとボコボコしてる方が上ですね。後ろはつるんとしてるので、でこのパーツにもカーブが若干ついています。見えますかね。なんでそのカーブが爪に合うような感じで置いてください。これを例えば真横とかに置くと、あのカーブが合ってないのですごくボコッと出ちゃって引っかかったりとか、それを埋めるのが超大変になったりするので、ある程度カーブに合わせる。でポイントがちょっとこのね、あのパーツにこれをちょっとつけてから置くと良い。ピンセットで調整とはいえちょっとは浮くと思いますけどね、こんなぐらいかな、横から見た時このぐらい。はい、 OK、 じゃあこれで硬化します。真ん中にポンと置きましょう。いやー、この使い方ほんといいと思う。なんか100円ショップに 3D のジェルっていうのがなかったので、ちょっと今回パウダーを混ぜて 3D を作ってみたんですけど、最強、本当に良かった。今後の動画でもいろいろ使っていきたいと思います。ぜひみんなも真似してほしい。はい、そしたら今回ね、この 3D が白っぽくなっちゃうのが私最初良くないかなというふうに思ったんですけど、あえてこの白さっていうのを生かしたデザインにしたいと思います。ということでこれを取りますよ。取ってこの中に入れ込む。もうね、分かったかなと思うんですけど、パールっぽいパーツを作っていきます。奥までギュギュって押し込んだ後、浮かしてね、ふわふわってちょっとくるくるするような感じで盛る盛るのだ、盛る。はい、そしたらこんな感じで角みたいにチョーンってなると思うんですけど、これちょっと時間が経つとシワジワってねなるから大丈夫です。こうなってる。でこれをちょっとこう端に広がるように誘導してあげます。あんまりベタっとなるよりちょっと中央がポコってなってるぐらい、表面張力がこう働いてる感がこうピンってなってるぐらいの方がね可愛いです。 OK、 じゃあ硬化します。でライトで硬化する時の秒数なんですけど、そんなにねこのパウダーが入ったからって硬化時間がめちゃくちゃ変わるって感じではないです。なんでかっていうと、多分クリアジェルと混ぜているからですね。これがカラージェルとかだったらちょっと硬化しにくくなると思うので、私 48W のジェルライト使ってるんですけど、まあそれぐらいとか 35W 以上のライト最低でもで、まあ、60秒とかしっかり硬化した方がいいと思います。でもまあクリアジェルと混ぜているのでそんなにあの気にしなくてよくて、 48W のジェルライトとか 35W 以上だったら、まあ、30秒硬化したら十分しっかり固まりました。はい、私検証では。でもっともっと少ない 6W とか、 なんか 8W とかそういうライト使っている方は長めに硬化した方がいいかもね。はい、そしたらこのパウダー、これのホワイトです。ホワイトを使います。これもね持ってるけどなかなか使うタイミングなかったんで、ちょっと今回役立ててすごい嬉しい。イエローとかピンクとかブルーとかいろんな色の名前がついているものがあるんですけど、そういうのでやるよりホワイトの方がパール感が増すので良かったです。でここでポイントなんですけど、 このね白いところ未硬化ジェルが若干残ってるんですよ。ちょっと少ないけど、なんでパウダー乗せてそのまま大丈夫っていう風に思うと思うんですが、あえて未硬化ジェル残った状態で乗せた方が可愛かったのでこのまま使います。アイシャドウチップのちっちゃい方ですねにパウダーを取って、でピュンピュンピュンと乗せていきます。まずはこすらずにペトペトってねこの上に乗せてください。可愛い。擦るよりこっちの方がちょっと加工が入ったパールっぽくなったんですよね。わかりますか？加工が入ったパールって言い方合ってるのかな。なんかこうつるんとしたパールっていうか、ちょっとおしゃれパールっぽくなった。で、ある程度乗せたら擦る。で、擦る時も強く擦りすぎない。もうほんと押さえ、ちょっともう、まあ押さえるぐらいかな
どっちかっていうと、はい、って感じです。はい、ギュッギュッと押さえるとこんな風になります。ほら、かわいい。はい、で、できたらダストブラシ、私はね、こういうなんか大きめの、これトイズっていうメーカーなんですけど、めっちゃ気持ちいいんですよ、これ。これでよく使ってますが、これはもう指先とかで使いたい、なんかこういいやつだからなんでこういうパウダーがつくかもしれないみたいなシーンは、この100均で売ってる普通のアイシャドウブラシのちょっと大きいやつ、アイシャドウかメイクブラシ、これでサッサッサッってやるといいです。ほんともうふわふわってやった方がいいですよ、あんまりギュッギュッってやらないで。はい、じゃあトップを塗ります。ノーマイプトップ塗ります。で、トップを塗る時のポイントもお伝えします。こういうね、大きめのパーツがついている場合は、いろんなやり方があるんですが、今日紹介するのはブラシをこの容器の縁でちょっとこう片面しごく、片面しごく、そうすると片方だけにちょっとジェルがつきますよね。で、その状態でネイル、指をちょっと傾けて、このパーツの周りにギュッギュッギュッってね、わかるかな、パーツと爪の隙間にこのジェルをギュッと押し込む感じにします。ギュッギュッ、これはパーツに対してもう360度やった方がいいです。で、これ量多すぎてもあれなんで、片面 4,5 板ぐらいでやる。ギュッギュッギュッ、はい。で、それをしてから、まずこのパーツの上と、あとまあ残りのところも一応ね、トップも塗ってあるんですけど、さっきのギュッギュッて押したジルとのこの境目を綺麗になじませるぐらいの感覚で伸ばします。毛が入っちゃった。こういうネイルやってる時に毛が入るのってあるあるなんですけど、硬化する前に必ず取りましょう。乾燥しているとね、静電気とかで寄ってきたりします。 OK、 はい、じゃあ硬化します。はい、ということでいかがでしょうか。じゃじゃーん、かわいい。これめっちゃ便利って私ちょっと使ってで、まあ、ここに行き着いた時にすごい思ったんですけど、どうですか皆さん、もう知ってましたかこの使い方私はなんかちょっとこういろいろやってて巡り合ってすごい嬉しかったんですけど、もしね、あの今日のこの動画見ていいじゃんと思った方はこれですね、このこちら商品番号とか、あ、これだな、ナンバー156、こっちが検索できる番号なのかわかんないけど、こちらですね、これを買ってみてください。はい、すごくいいです。なんか粘土ジェル、私気まぐれキャットですね、まあ、プリジェルの中のちょっとアートに特化したようなシリーズなんですけど、この気まぐれキャットの粘土ジェルっていうのをよく使ってます。これあのつるっと見えるんだけど、全然つるつるじゃなくて、知ってる人も多いと思う、私も動画でよく使ってるの、こうビヨーンってこう硬くて、これね手でこねたりすることもできるんですよ。未硬化ジェルとかがほぼほぼないので、はい、こういうね面白ジェルとかもあって、まあ、そういうのを使って 3D ネイルをやったりとかするんですけど、これ立体的な、100均にはまだそういうのないし、まあ、今日のやつ意外と時短というか、まあ、混ぜるのは手間だけど、手でこねて埋め込んでとかしなくてもいいし、なんかこう使いやすくて説明があれなんですけど、いいなと思いました。まあね、それぞれ使い道はちょっと違うかもしれないけど、こういうのとかね、はい、それぞれ使い道違いますが、ちょうど良いテクスチャーになってよかったなと思ってます。はい、ということで今日の、使ったアイテムおさらいしましょう。まずはこちらですね、ダイソーの速乾 UV レジンエキュースのパウダー、そしてパレットでスパチュラ、オーロラパウダーのホワイトで、ジェルはキャンドゥのイエローとブラウンですね。でピンセットとかアイシャドウチップを使って、でブラシはこれですね、レティジアのグラデーションブラシってやつです。ちょっとこっちに置いとこう。ダストブラシでトップか、こんなもん。あ、大事なものを忘れていた、クリアミキシングジェル、こちらで作りました。OK ですかね。はい、ということで今日の、動画楽しかったよとか良かったよって思ってくださったら、ぜひグッドボタン
と、チャンネル登録よろしくお願いします。でグッドボタンとかが押せるところをちょっとスライドするとなんか保存したりすることができるボタンがあります。なんかどうやって作るんだっけとかって後でもう一回見返したい場合、もしよかったら保存してもらえると便利かなと思います。私結構それ利用してて最近、はい、なのでおすすめしてみました。でインスタグラムをやっています。はい、いろんな日常的なことを更新したりとかしています。ちょっとね、もうちょっとネイルのことも今後更新していきたいなっていうふうに思っています。で、前も紹介したんですけど、こちらのちょっと個性的なんだけど綺麗めな天然石っぽいかな、もう本当に個性的なネイルなんですけど、これね、こういうなんだろう、ちょっと難しいやつとか、なんかサロンワークで使えそうとか、簡単なんだけど単価アップできそうなネイルとか基本的なデザインとか、そういうのはオンラインサロンやってます。そちらでやり方を公開したりとか、ビューティーポップっていう単品でネイルの作り方レシピを販売できるサイトがあるんですけども、そちらで単品で販売したりとかしています。なので、まあ、もっとちょっと難しめなやつとか他人にする時のデザインとか、まあ、そういうの知りたいなっていう方はオンラインサロンとかビューティーポップね、概要欄にリンク載せておくのでチェックしてみてください。オンラインサロンのメンバーさんは今度ねこれやります。添削もしてるので、自分が作ったネイルデザインの写真とか送ってもらって、ちょっと足りないところとかよくできてるところの評価を受けることもできるし、こういうね、練習会をたまに開催したりとか、Zoom でね、お話ししたりとか、あとはこのレティジアっていう商品、実は私がプロデュースしているんですが、こちらの商品も定期的にオンラインサロンのメンバーさんにこうプレゼントでギフトで送ったりとかしています。ということで、いろいろ宣伝的なことをお伝えしましたが、はい、それもちょっと大事なので聞いてくださってありがとうございます。それでは皆さん、今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。これからもね、ちょっとこちら使っていろんなデザイン紹介していきたいなと思います。ではまた次の動画や他の動画でもお会いしましょう。ミカでした。バイバイ。Searching.